こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。始まりましたよ。はい。帽子かぶってるってことは。お。はい。占い投資コーナーです。おお。外れました。前回ペンタクルの2やったんですけども、はい、こちらの通りですね。うん、あのね、不安定な波の上のようなところで安定を保っているというような絵柄ですね、はい、大道芸人が。でそういうふうにですね、いろいろなことがあるかもしれないけれども、うん、まあ、価格的には値段の動き的には小康状態を保つんじゃないかと、はい、バランスを保つんじゃないかというようなことを言ってたんですけれども、うん、ブワーン下げてきましたよ、ね、下げてきましたよ、ね、このコーナー終わりですか。まあちょっとゆいちゃんに引いてもらったのが悪かったかな、またそういう問題だ。カミオさんに引いてもらって次間違ってたら、うん、やめよう。まあもうそろそろね、このコーナーもちょっと取り慣れてきたんで、うん、もうそろそろリアルの僕の、口座からまだ100万円引いて、おう、それをリアルにかけて、その投資で使って、このカードの通りに投資していたら面白いかなとそろそろ思ってるんですけど、うん、なくなりそうですね、この前と僕の資金がまたどんどんなくなる。もしかしてリアルにお金入れ出すと、うん、的中しだすかもしれんけどね。あ、じゃあやる。で一応思ってたんですけど、一つやったらちょっとあれやから、うん、ビットコインとドル円とかにして、はい、こう2個引いたらどっちが当たんちゃうみたいな、うーん、にしてとりあえず進もうかなとか。あ、そうなんでいいの。あ、当ててくれるなら全然いいんですよ。あ、俺のこと。俺3人の努力やねんけどな。僕が引いてるわけちゃうからね。え、私が関係あるでしょ。責任重大みたいな感じですか。責任重大ではないけど、まあ、何らかのそれ影響あるでしょう。おお。ということで、うん、今回も225、はい、じゃあ225、ビットコインも引いてみますか。とりあえずまあ225にしておきましょうか。225から。で、そろそろもうちょっとしたら実際にリアルに100万円投資して、うんうんうん、もうこのカードが引いた瞬間に買いか売りの注文を入れ、入れるの。で次の撮影の始まった瞬間に手じまいして決めようかなと。じゃあ225やったら30万でやらなあかんですよね。細かいな。だからドル円とかビットコインはいいかなというのもあります。ああ、なるほどなるほど。動いてるから、うんうんうん、常時。なるほどね。はい。でもガチでやってみて、うん、倍になったら私視聴者100人と、まあ、焼肉かなんかするとか、うん、そういうのをやってる。でも地味だよ。発揮して。相場の動きってそんなにね、華々しい動きする時って少ないから、うんうん、基本地味なことが結果でカードも出ますし、はい、地味と思いますよ。あ、じゃあその時カードでフルレバーかけていいかも引いていったらいいじゃない。あ聞いていったよ、いろんなパターンで。ロスカット入れんでいいかな。じゃあ行きますか、今日も。だってそういう趣旨のコーナーです。私チャート分析めんどくさい、ファンダメンタルズ追うのめんどくさい、もうカードに聞いて終わるならそれでええじゃないかを形にしたコーナーですから。違います。楽をするためのコーナーではないんです。カードは全て分かっているのではないかと。はい、そういう、そんな建前はいいんです。だって早くだめだ。そんな、分かりました。じゃあ225ね、225が今回の影響から1週間後ぐらいにまた撮影があるんですけれども、うん、それまでにどう動いてるかということをやりましょうか。優しいな、カード。ゆいちゃんにもこれを優しくしいな。はい、じゃあ神谷さんお願いします。僕が引くんですか。神谷さんがやってみましょう。来週の1週間後の225、上がってるか下がってるかなどを教えてもらうってことですね。そうですね。じゃあこれにしましょう。あ、これやねんけどね。ダン。お、お、これはいいね。エースオブソウソウズの正位置ですね。はい、これはいいですよ。お。なんか言うやん。
今までで一番いいカードです。おお、はい、うん。星としたら、うん、星4つ。おお、あ、じゃあめっちゃトレンド転換の可能性あり、上昇局面に入るというようなカードですね。このソードのエースっていうのは、まあ、いろんな人生に試練があるんですけれども、そこに誠実さや固い意志を持ってですね、立ち向かっていく、その障害を退けていくっていうようなことの必要性を説いているカード、そしてそうなっていくっていうようなカードなんですね。不屈の精神力で、勇気、そして、そういう知性や冷静さとかも兼ね備えつつ切り抜けていくというようなカードなんですね。僕みたいな人ってことですね。ああ乗るか突っ込むかどっちかにしない。そして真理を切り開くというようなこういう意味もあります。政治になってくると、行動の元になる思考とか精神力が強いとかですね、理性とか知性による勝利とか、まあ、鋭い動きがあるとか変化が激しいとかですね、緊張感がある状態、そして攻撃性を表したりもしますし、決断するとか決定するとか、客観的になってこう状況を分析したりとか真理を追求したりだとか、そういうなんていうんですかね、相場で言うと本当の動きが出てくるみたいな感じのカードになりますね。これは素晴らしい、いい意味のカードですね。だから今こちらで言うとですね、一度下げてきてますけれども、まあ、この横がですね結局こうだったわけですね、で今ちょっと戻るような動きを見せてますね。こう、おお、レンジ内にもう一回戻してくるような動きになるというようなことですね。同じような下げたところのぐらいの水準まで戻ってくるかもしれない、というようなことを示唆しています。まあ、僕はテクニカル的にはそうは思わないんですけれども、まあ、ETF 買いとかね、日銀さんののがあればそういう風になるかもしれないですね。なるほど。これ逆位置になってくるとですね、逆になってくると冷淡とかね、そういう冷静さと理知的なところとかがのマイナス面が出てくるようなカードになるんですよ。だからちょっとね、悪くはないんですけれども、いや、これが出た場合はもう一段同じぐらい下げっていうような感じでね、もう一段下げぐらいには全然なるねっていうようなカードなんですけれども、よし、こんくらい戻るでしょうね。おお、はい、上昇局面に入ります。なるほど、うん、とカードでは一応出たということですね。そうですね、はい、うん、というわけでこれそろそろね当たっていかないとこのコーナー自体がなくなっちゃうかもしれない、うまいな。あの、当たりませんでした、ちゃんちゃんで終わりかもしれないね。それは一つの検証結果でいいんですけども、うんうんうん、うん、ちょっとね、上がってほしいですね、そういう意味でも。そうですね。10回は続けようぜ。ということで、来週までには、もうソードのエースですね、上がると、示唆されておりますよ。これ当たったらいいね。ちなみに、ゆいちゃんやったらどれ引いてた？一緒じゃないわ。でもいいやつですね。ページオブソードの逆位置ですね、うん。テクニカル的には僕の予想と一緒なんですけれども、こうですね。ページの場合は、ページの逆位置の場合はね。まあちょっとややこしくなるからやめておこうか。ここはやめておこうか。ちなみに、星は5個が最高でしたっけ？5個が最高です。じゃあ今回の中でも星4個ということなので。かなりいいですよ。かなり上昇するとい上昇ですね。はい、じゃあ次回ですね、ちょっと楽しみに、まあ、次回もう一段下げてたらこのコーナーなかったかもしれない、もう更新されないの、あれあったなーって数年後に振り返るかも言うてるかもしれないですね。不発コーナーというわけでまた次回も見ていただければと思います、はい、ここも見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。あれやもん、だって最初にこのコーナーが成功しますかどうかっていうの聞いたやん、あれが一番当たってたと思う。じゃああかんやん。対策としては、デビルの逆位置だから、もっと解放されていったりとか、あ、はい、言いたいこと言い合ったりとか、もっとこう解き放たれることが大事なんですね、対策としてはね、解放されるってどういうこと？解放される、何かからここのここでなんか枠組みを組んでるところがからもっと飛び出てみるっていう意味やと思うよ。まあそれはどうと受け取るかはそれぞれあれなんですけどね。ゆいちゃんおなかでていいかな、おったっけ。いや、それはしてないです。ゆいちゃんが解放されてたんかな、あの違うか。
まあ、とりあえずおしまいで、はい、はい、